はい、皆さん参る参る、参りましょまあ、こういう方のね、ご年配の方はね、襟足はとにかくスッキリなんだよね。だけど、う、つむじ、絶壁カバーってのも必要だからね。だから結局、なんだかんだ言ってね、ショートボブになっちゃうんだよね。前下がりのショートボブっぽくね。おおよそ8割以上の方が前下がりっぽいよね。もちろん、地域性ってのもあるよね。都市部と郊外ね、あと田舎ね。そういう環境でね、このヘアスタイルっていうのは若干変わりあると思うけどね。まあ、基本。 前下がりがみんな好きみたいだね。でも、それ嫌う方もいるよね。少なからずね。まあ、うちのお店でもね、やっぱり前下がり嫌う人もいるからね。まあ、これはね、そのお店、お店でね、その、違うと思うからね、違いに決めつけて言うような問題じゃないよね。まあでもね、基本ね、横切っちゃったらくっつかないからね、とりあえずは前下がり系で切っとくのが無難だよね。で、長いって言われたら切り合いだけの問題だからね。まあ、前下がりね、触覚って言えば触覚だよね。 ね若い人の触覚見てね、あれ、顔がかゆいとか邪魔そうに見えるとか言ってもね、まあ、おばちゃんもね、触覚作ってんだよ。顔を細く見せるようにね、あと、フェイスラインのしれが隠しのためにね、触覚だね、あれはね。あとさ、ヘアスタイルに関してさ、説明の下手な人っているでしょ説明が下手とかさ、説明がさ長いとかじゃなくて、髪の毛がさ、言うこと聞かない場合が多いよね、そういう人の場合はね。ま、大体多いのが、せ毛っぽい方かな。 まあどうやって切っても癖っ気でまとまりが悪いっていうかね。まあそういうことはね、説明が長くなったりするよね。で、ある程度ほら、癖が強くなっちゃうとみんな諦めるんだけどね、その中途半端ぐらいの癖がね、やっぱり説明長くなったりね、ああでもないこうでもないって、まあ長くなったりするけど、普通の頭をね、説明してるんだよね、みんなね。どんなにね、難しい説明をね、繰り返して長くこと喋ってもね、 誰もやってないような奇抜なね、ヘアスタイルをね、説明してるわけじゃないんだよね。普通の頭になりたいんだよね。普通のヘアスタイルにならないから、こうなんか説明が長くなるっていうの一生懸命説明しても、別に普通の頭を望んでんだよね。ここでね、美容師さんがね、考えすぎてね、奇抜な頭を作っちゃダメなんだよね。まあ中には刺激求めて奇抜な頭を望んでる人もね、いるかもしれないけどね、ほとんどいないよね。我々の、一般的な美容室に来るお客様はね。 だら説明が長いっていう方は、希望通りの頭にならない、ブローしてもさ、まっすぐにならない、内巻きにならない。まあ、その程度なんだよね。今日はね、ショートボブね、横スライスで切ってんだよ。まあ、ショートボブっても本当に上が長いボブじゃなくて、ね、レイヤー気味のショートボブだよね。それをね、こうやってね、思いっきりアップステムでね、切ってんだよ。横スライスでさ、切るとさ、横筋がつくっていうのはさ、手首が下がってんじゃねえのダウンステムで切ってっからじゃね アップステムで切ると、横筋ってのはレイヤーが入るからつかめんだよね。これはとりあえずチョップカットで、どうやって切ってるチョップカットで切ってるね。横スライスで切るっていうのは一見下手っぽく見えっけど、実はこれ、手首をさ、絶対に下げちゃいけない。アップステムにしてなきゃいけないからね、常にね。かえってね、高等な技術なんじゃないかなと思うよね。どうしてもね、手が下がっちゃうとね、変な横筋ついちゃうからね。切りましたラインがね。 まあこれ、ショートだからできるけどね、ロングになったらちょっと横スライス無理だろうね。<laughs> あの、若いお姉さんの30センチぐらいあるよな、なその、ねあれよらアップステムってのはちょっとね、横スライスってのは無理だね、縦じゃないとね。まあ、横でも切って切れねえことねえけどさ、かなり上に持ち上げなきゃダメだろうね。肩ぐらいまで髪の毛持ち上げるようになっちゃうんじゃない縦スライスで持ち上げるのは簡単だけどね、横スライスで持ち上げるのってちょっとね、かったりいよね。そんな、努力してまでカットする必要ないよね。はい、お疲れ様でした。